融資の方がいいっていう案件っていうのは投資家基本好まないっていうのがちょっと自分の感想ですね。熱血コンサル基礎産業。銀行以外からの資金調達をしたいのですが、融資と投資の違いをしっかり説明できるかと言われると自信がありません。銀行以外からの資金調達を考えたときに、投資家のマインドとして融資で行きたい案件と投資で行きたい案件というものに違いがあるのでしょうか。リスクを取っていく投資家が融資という形態を望むというのはどのようなケースなのでしょうか。まあ、融資を基本しないからな、投資家っていうのは。投資家って投資するから投資なんだもんな。融資っていうのは、融資したお金借りたもんが確実に返ってくるってことやろ。だから反対側でなんか担保ないとダメってことだよね。基本的な考え方。投資っていうのは、それ返ってくるかどうかわからんけど、それが何倍にもなって返ってくるっていうところがあるから、投資なんだよね。で、その間の、まあ、ミドルリスクみたいな、ミドルリスク、ミドルリターンっていうのがあって、そう、まあ、社債とかね。まあ、うちが使ってる商品っていうのはここが多い。だいたい 15% くらい平均回してるかな。お客さんか投資家の方には返してるっていうような感じですよね。でもそれもやっぱり相手があるんだよ、ちゃんと。お客さんの売掛金を買っとったり、営業権を買ったり、資本参入したりとかしてるから、お客さんから見ると、あ、これにお金が入ってるんだなっていうのが見えてるっていうのがあるよね。だから融資で行きたい案件っていうのは、例えば何かその不動産を買うとかね。例えば1億円の物件を買って、で利回りないけど今 20% だったとしょうか。そうするとそこにまあその8000万銀行から金借りると、で10年返済よという話でしょうか。そうしたらその残りの部分の自己資金2000万部分を投資家に出してくださいねという話になるよ。だからここは融資っていうのあるかもしれない。これ例えばそれをやって1年後か2年後ぐらいに、例えば 10% で2億円で売りますという話になってきたときに、銀行の返済もできるし、その投資家のへのその融資の返済もできる。要は担保があって、利回りの中からも払えて、最後出口もあるというような考え方だったら、まあ、投資家が融資をするっていうパターンはあるかなと思うよね。だけど、そうじゃないケースでいくと、最近だとこっちにはいかないよな。で、よくなんか、これもなんか投資家の人でもやっぱ、株を欲しがるって人がおるんだよね。株持ったところでみたいな。じゃあ株持ったところであんたコントロールできるのみたいな。優勝おるんだよ。株が僕は欲しいです。みたいなこと言うんだよな。じゃあ株持たせてあげるけど、このぐらいしか渡せられんよ、みたいな話して。じゃあその株を持ってるからっていうことで、その人とこうやっていけるかって言うと、やっていけないからっていうケースが多いよね。あんまり株を持ってから経営参入したがる投資家っていうのはあんまりいないかなっていうイメージ。これは俺のあの現場でやってるイメージ。それよりはやっぱリターンがどのぐらいあるかっていうところと、出口がどういうふうに取れるかっていうところの方が大事なんじゃないかなっていうふうに思うよね。そうすると、まあその融資と変わらんじゃんかみたいな話になってくるよね。だけど融資っていうのは必ず返ってこないといけないんだよ、実を言うと。必ず帰ってこないといけないから、だからそれよりもリスクが高いよって、必ず帰ってくるかどうかわからんよっていうことになるから、社債で引き受けますよっていう考え方になるんだろうというふうに思いますよね。あと、利息制限法の問題があるよね。利息制限法でいくと 15% かな、大きいとこで15かな、小さいとこで18とかぐらいやるのかな、っていうふうな問題があるし、あと貸金業の認可もいるよね。よく言う、こう、新しい未来を掴み取る番組あるじゃんか。あれなんかもう融資でお願いしますって融資では払っとるけど、あれなんか、本当は貸金業の免許いるで、あれ。ほんまはよ。だけど、多分 YouTube を通じてやってるから、YouTube で配信してるじゃん。YouTube って外国の会社だからそこ関係ないっていうふうに思うのと、だからまあ、貸したものが必ず返ってこないといけないっていうのが融資だよ。融資でお願いしますっていう風な話で、じゃあ、あの番組なんかもそうだよね。融資でお願いしますって言っといて、もうじゃあちゃんと返ってくるんかっていうところの中で、アセットちゃんと取って、アセットには担保取ってないっておかしいと思うけどね。まあ、うちの場合はそこが担保っていうところがない代わりに、融資以外のところでやるから、利回りも高いんだけど、そこを要は指導しながら、もっと高利回りな運営ができるように指導していくっていうことも合わせてやってるんだ。
融資の方がいいっていう案件っていうのは投資家基本好まないっていうのがちょっと自分の感想ですね。やっぱりどっちかいうと投資で行って出口を作ってあげて、でこういうふうにしてこうリターンが得られますよっていうようなストーリーが書ける案件の方を好むんじゃないかなというふうに思いますね。今のお話で投資家さんってやっぱりこう投資することに対して、まあ、当然リスクもすごく感じてると思うんですけど、その反対に投資家さんが投資する楽しみというか、モチベーションというか、そういったものって多分あるんで、まあ、当然投資家になってると思うんですけど、投資家さんが感じるモチベーションってどんなものになりますか？例えばその会社の成長度合いとか、成長することの姿を見てモチベーションとするというか楽しみとしているんでしょうか？いやー、これね、どっちか言うとそうやって思いがちじゃんか。これがまあ個人投資家と法人の会社の社長の投資家っていうのは2つ分かれてて、個人投資家だとやっぱりリターンだよね。この間も俺もなんか 8% で集めてたところをなんかもっと出すから 10% にしてって言われて、そういう風にするんだけどね。だからやっぱり利回りがあれば逆に言うと入ってくる。でもそれはやっぱり自分がそんだけ持ってないといけないよね。まあ、うちは8億ぐらい集めてるのかな。この動画が出るときはもうちょっと集めてると思うんだけど、だからそんだけうちが持ってるから集められるんだよね。これだけ出すからリターンちょうだいみたいな軽いタッチのことが言えるんだよ。だけど法人が法人に対してやっぱり仕掛けてくるときっていうのは財務諸表を見せてくれっていう話になるじゃんか。でこれがまたね、財務諸表をまあ見せるとするじゃん。見せても読めない投資家が多いんだよな。だからうち現預金こんだけ持ってますよっていうのを僕らも教えたりとかするんだよね。どっちかというと現預金こんだけ持ってますよ、じゃあいくら稼ぐ力があるんですかって言っても、いや例えば稼ぐ力ってお前言ってるけど、じゃあ例えばうちこっち側で10億集めとって、こっち側の集めようと思ってる方が1億円こっちからこっちにお金流してあげて売り上げっていう風に立てて1億儲けとるの見てから、お前丸まま信じるんかいうような話をグループコンサル生にしたことがある。決算書バカが多いんだよね、実を言うと。一番大事なのは資金じゃん。お金こんだけ持ってますよ、こういう運用してますよ、それに対してリターンがこうですよ、あなたとはこう関わっていきたいですよっていう、大体この4つぐらいのところで投資家の方は判断するんだろうと思う。特にこの中で言うと4番目のそのどう関わっていくかなんだろうというふうに思うね。うちのお客さんというか投資家の方っていうのは基本お金出していただいてる人っていうのは何かしらやっぱうちの事業を知ってて、うちの事業を知ってるからこそこう関わっていきたいみたいなね。お金出してくれてる人にうちは有料案件を優先して紹介してるの。 M&A するときでもこうだからいいんじゃないかって思うものを結構伴走して出すとかね。あとこういうこともできるんだよ。うちがお金を例えば1億とか5年償還で預かるとするじゃん。で、この会社を買ってくれっていう話がある。というか、ここを買いたいんだけど、ちょっとリスクが高いとかね。うちが管理できんみたいな買い手が。いうことになると、うちが買うんだよね、その中で。それで、こことこことの間で業務提携をするんだよ。そうすると、このうちの会社、こっちにハンズオンって言うと役員参加してるから、だからこことここがこう、コントロールしやすいという。で、最終的にこっちがうまくこう、ちゃんと提携できるね、売り上げがちゃんと回っていくねってことになったら、うちが入れてる資本を渡すんだよね。そういうふうなやり方もうちはできるんだよ。だから、ローリスクな M&A っていうところも、まあできるっていうのはちょっとまあお伝えしておきたい。これ、うちが関われるからできるんだよね。実を言うと、投資家の方と。関われるからこそできるっていう。だから逆に言うと、関わることっていうのは非常に大事なんだろうというふうに思いますよね。銀行以外からの資金調達を初めてしようというふうな事業者さんがいらっしゃったときに、やっぱりこれまで銀行からの資金調達のみでの調達をしてた場合に、こう調達の金利っていうかリターンっていうところが大体こう年率 2% とか今 1% とかっていうところがこう染み付いてる事業者さんも結構いらっしゃるかなと思うんですけど、そこに対してこう投資家さんからの資金だとやっぱりそれ以上のリターンっていうか、本当にまあ2倍になるとかそういうぐらいの金額ベースじゃないと難しいっていうところがあると思うんですけど、そこのいわゆる融資の銀行金利のリターンっていうところの水準のマインドを、そういう投資家さんの方のリターンのマインドに変えていくためにってどういうふうにしたらいいんでしょうか？これもいつも思うんだけど、今の自分の事業がどのぐらいの利回りで回っとるか計算できんといけんのよね。
飲食業でも1000万突っ込んで大体3年で回収できますってからふんぞり返って言うやつおるじゃんか。ということは年率33ってことじゃろ。じゃあ15で渡して1000万今の既存の店舗譲ったらええじゃんみたいな、いうようなこと言うんだよね。で運営は自分がやるからみたいな、いうようなやり方で営業権譲ったらいいのに、でもう1店舗作ったらいいのにとかって言うんだけど、それが見えてないんだよ。会計が分かってないんだよ頭の中で。それを例えばまあ33をどういうふうに2年で回収したら 50% ってことだろ。2年でどうやったら回収できるかっていうところを考え抜くのが経営努力だと思うよね。そこができてないから投資家からお金を引っ張るってことができないんだよ。だからやっぱり年商がある程度ないと厳しいなって最近思い出した。5000万ぐらいの会社でもいいんだよ。2年後か3年後かにこれ3億4億になるなっていう人もおるんだよね、こっちが指導してて。だけどそうじゃない場合でもういつまで経ってもそのこう上に行けないみたいなね、いうような人っていうのはなかなかやっぱりそれなりの社長でしかないから、投資家からお金を集めるってことは難しいかな。銀行から集められるのに投資家から集められるわけないじゃんみたいな感じな人になるっていうことだよね。この間もまあこういうことがあって、ビルメンかなんかの会社なんかななんだけど、例えばまあ年商は1億もつれぐらいなんだよね。ぶっちぎりで赤字なんだよ。赤字というか負債がでかいんだよな。まあ過去に焦げつかせてるから、だから銀行から調達できませんみたいなね、いうお客さんがいるの。じゃあその投資家の人にその同じような投資家がいるわけよ。じゃあ資本参入してうちもその人を使おうかみたいな、でうちからも仕事を渡すわみたいな話があったんよな。だけどその人にその話をしたら、いやいやうちはなんか人がいないからこんだけ売り上げが伸びてないんですみたいなことを言うわけよ。だけどお前んところの利回り3割ぐらいじゃんみたいな。いやその投資家が振ってくれるのって5割ぐらいなんよ。だからもう利回り計算が頭に入ってないんよ。もう申請のバカだと思ったよね。こういう人もいるんだよね。だからその辺をこう愛を持って怒るんだよね。だから愛を持って怒るんだけど、やっぱりそれについてこれる人じゃないとやっぱ解決できんよな。根本的な問題っていうのはね、解決できないかなというふうには思いますよね。根本的な解決を目指すところをやっぱりやってほしいよね。そのためにはやっぱり弱者が強者にならんとダメなんだよ。弱者が強者に勝つ経営なんてやってちゃダメなんだよ。弱者が強者に勝つ経営を学びながら資金調達をするってことが大事だと思うので、まあうちのグループコンサルで学ぶのが一番いいと。そうだって普通にまさしに顧問やってくれって言ったら、最近高いんだからまさしが80万ぐらいするんだよ。もうビビったよ。まあそれだって13万人ぐらいいるからね、やっぱそうは言っても、まあそれを分散化するみたいなことでグループコンサルというのをやっております。毎月1万2000円かかるんですけども、5人1組のクラスと10人1組のクラスというのがありまして、だいたい1社頭5分から10分ぐらいかな。私とちょっといろんな相談やっております。非常に軽いタッチのところから重いタッチのところまでやっておりましてですね、今110社ぐらい参加いただいてるのかな。これをまあ200社ぐらいまで頑張って集めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それと別にですね、うちの会社は資金繰りのチャンネルなんですよね。そういうことで資金が今いる人、資金調達したい人のために毎月4万8000円かかるんですけど、30分ぐらいの面談かな。でこれ財務資料からなから一通りうちが把握します。でその上で、うちがいるとこをこう資金つないでいって、うちが持ってるからね、資金をつないでいって、ほんでそのゴールをこう目指していくっていうコースがあります。こちらは今35社ぐらい参加いただいてるんですけど、50社ぐらいまでやっていきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。今日はちょっと投資家の話がちょっと出たので、お知らせというかこの動画が出とる時にも出てると思うんですけど、サブチャンネルやってますんでですね、サブチャンネルリンクちょっと貼っときますんで、もしあれだったらチャンネル登録していただけたらと思っておりますんで、よろしくお願いします。そうやっても最初無料相談がいいと思いますんでね、無料相談のバトルの設けておりますので、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いします。1000万やったら50万、同じ1000万で 3% って言っても、毎月こう下手すら毎月こうロールするってこともあるの。会社の資金繰り、資金調達でお悩みの方、補助金、助成金申請のサポートが必要な方、バックオフィスを任せて本業に集中したい方、
お金の悩みは誰しもが持ってる悩みで必ず解決できる問題です。ご連絡お待ちしています。